山田電機、大熊株式会社大熊は、神奈川県を中心にディスカウントストアを展開していた企業。2013年6月1日に株式会社、山田電機に吸収合併された。合併直前の本社は、山田電機と同じ群馬県高崎市にあった。かつては、神奈川県平塚市にあったが、空ビルになった後解体され、跡地は、サンドラック。 平塚引け急店となった。肌野市で五福店として創業。1968年、大工の熊五郎として、現在でいうところのホームセンター事業へ、業態転換。1978年、伊藤洋華堂と資本提携し、同社の子会社となったことをきっかけに称号を、大工の熊五郎から、大工前変更し、総合ディスカウントストア事業へ、業態転換した。 1990年代以降デフレーションの時代を迎え、神奈川県内ではアイワールド、埼玉県内ではロジャース、そして営業時間の長さで勝るドンキホーテの他店舗化などを同業他社との激しい競合にさらされた。その結果経営不振となり、2002年5月にアイワイグループ再編の一環として総合家電量販店チェーンの山田電機に売却された。 山田電機への売却後、平塚、横浜、泉中央、磯子、茅ヶ崎、渋沢、厚木、栗浜の8店舗が大熊として営業を続け、その他の大熊は山田電機、テックランドに転換された。しかし、家電量販店の形態では、ディスカウントストアと比較して、品揃えが悪く、売り上げが伸び悩んだ。その後、建物内で大熊と、 山田電機が同居する形で電気製品以外の製品も取り扱う新業態としてニューダイクマに名称を変更し持ち直した。このことからダイクマ出店地域外の一部の山田電機店舗においても店内にダイクマを併設し実験店としていた時期があった。当時の店内はドンキホーテを意識したと思われるポップや圧縮陳列が目立ち営業時間が 深夜までの店舗も存在した。また、ニュー、ダイクマの名称は看板のみで、店内では再び、ダイクマの名称を使うようになっていった。ヤマダ電機のポイントカードも使用可能となっている。ニューダイクマ発足当時は、ダイクマオリジナルのポイントカードも存在したが、現在は中止し、ヤマダ電機のポイントカードと共通化されており、ロゴは、山田ニュー、D ダイクマと、ラビー各店や、 テックランドと異なるデザインカードを使用していた。電化製品を買ってたまったポイントが食料品等で消費されることになる。食料品と電化製品を比較すると食料品の方が電化率が低いためポイントによる損失が少なくなり、大熊の存在は山田電機にとっても比較的プラスに働いている。二0 1年九月一日付で関西山田電機東海テックランド 中四国テックランドテックサイトを九州合併している。2013年5月31日付で佐藤無線と共に親会社の山田電機へ九州合併された際に大熊の店名は継続使用されることとなったが2014年冬から2015年にかけて行われた山田電機の全店改装の際に大熊、ニュー大熊の記載がある店舗看板は原則撤去されており 現在は事実上、山田電機の生活雑貨取扱店と同様の扱いとなっている。なお、テックランドで自転車の取扱いをしているのは、旧大熊店のみである。ただし、府中店、移転後の茅ヶ崎店や建て替えをした一部店舗では、取扱いをしていない。かつては、横浜のブルース系ミュージシャン中村雄介による、ダイナミック。大熊の CM で知られ、フジテレビ、テレビ、 東京やテレビ神奈川、テレビ朝日、TBS ラジオ、日本放送など関東ローカルで放送されていた。ありがとうございます。